皆さんこんにちは。今回のビデオは軽トラックキャンピングカーのキャンパーの屋根の作り方を説明いたします。なんでか人が E メールで送って登録してる人、応援してる人、 E メール直接私に送って、屋根はどうなったみたい、説明もうちょっと詳しく説明、したらビデオを作ったらすごい助かりますよってお願いしました。で、今日のビデオはそれですね。じゃあまずモデル作ってるね、ミニチュアモデルで、最初はねこれ壁ですね、壁ここで、これが屋根ここで、この 2x2 を入れたね、あれこういうふうに止めたね、長いのステンレスのビスを使ってしっかり止めますね、こっちね。はい、それからプライウッド、ベニヤね、12ミリを使って、まあ、5.5 ミリはちょっと弱いから、もうちょっと分厚いのを使った。で、それと壁より少しね、5センチ、3、まあ3から5センチぐらい大きくした。で、なんでか、水が落ちるとき、直接壁に落ちないようにやった。ね。けど、モデルはもうちょうど。じゃあ、プライウッドね、止めます。で、普通のステンレスのビスで止めます。もうあちこちで、けど角のところは絶対ダメですね。後でその場所を使うから。それからこれが鉄板ですね。鉄の鉄板で、ペンキが塗ってるからね、錆びないここで。ここ線を引いた下の棒はどこにあるか確認できる、ね、こっちにソーラーパネルつけるから後で。じゃあ鉄板を置いて、ね、で、真ん中この辺止めます。で、どうやって止める?二つの方法ある。こういうビス、ありますね。これ、日本語でわからないけど、英語でセルフタッピングね。自動で、穴を開ける。ドリル使わずで、まあ、こうでしょ。まあ、こっちでやる。こう。例えば、はい、穴を開けましたね。で、穴開けてコーキング、穴のところコーキングして、で、また閉める。まあ絶対水入らない、こっちに。で、もう一つの方法は、もう一つの方法は、でも少しより、このビスより少し高いけど、こういうウォーシャーを使う、ね、上はステンレス、下はゴム、ガスケット。だから穴を開けてドリルかセルフタッピングのネジで
穴を開けて、またこういうふうにコーキングして、で普通のステンレスのビスで止めます。そんな感じ。どっちでもいいけど、これの方が、正確かな。はい。じゃあ鉄板ね、しっかり止めます、ね、で次こういうアングル、ね、ホームセンターで買えるアングル、これ幅が 4センチ、ね、薄い軽い、そんなに高くない。でそれを測って、こっちもね、でこういうふうにつけます。またまたセルフタッピングのビス、こんなねを使って穴を開けてね、それからこっちにコーキングする、ビーッと外全部コーキングして、それからまた穴のところを少しコーキングして、もうそれしなくてもいいけどね、まあ、漏れたら困るから、でウォーシャーを置いて、またコーキングして、で普通のステンレスのビスで止めます。で全部角のところにやって、それからあの間もね、間もで、こっちからコーキングが出てくるから、もうそれあの雑巾で拭く。だから水は絶対入らない、こっちにね。それから最後にね、もう屋根ができてソーラーパネルにあのつけますね。ソーラーパネルつけます。2枚、ね。で、ソーラーパネルにブラケットがついてるから、ね、ブラケット、あの、穴のところ、これ、セルフタッピングのスクリューを使って、まあ、これ、しっかり止める。ね、で、下の棒、こっちにあるね。だから、しっかり止めます。強い風でも飛ばない。まあ、そんな感じですね。そんなに簡単、そんなに難しくないけどね。そんなに高くない。で、私はプロじゃないから、あの、もっといい方法があれば、ぜひ教えてください。聞いてくれてありがとうございます。チャンネル登録もありがとうございました。まあ、以上ですね。